ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。今、ね、速報というか入りましてね、あの TBS 特番カウントダウン TV ライブライブが8月29日月曜日夜7時から行われて、夏の4時間スペシャルっていう形になるわけですが、8月29日ですね、あの豪華出演アーティスト一挙発表という形で、というかまあサムネイルにももうしてあると思うんですが、まあやばくないですかこれは。あのだいぶやばいですよね。うん、あのまあまずね、 TBS さんっていうところが非常にありがたいなっていうところもあるんですが、まあ書いてある通りにすると、まず BE:FIRST が2曲歌いますと、バイグッバイとスクリームを歌いますというところ、そして INI と DICE も出るので共演っていう形ですよ。 INI と BE:FIRST で同じライブに出るっていうのは、あの INI が招いてくれた前のライブの時以来という形になりますかね。で INI の方もコール119とパスワードで2曲歌いますっていうところでございましてですね、 TBS はね、まあ、日プー2とかが、まあ、ギャオとかもそうですが TBS 系のイメージが強いので、まあ当然 INI さんをねガツイとあのフィーチャリングしているっていうところはありますし、そこはもちろんねそれでいいわけですが、こうあの BE:FIRST もね同じように2曲歌わせていただけるっていう形が非常にありがたいなと。大人の事情からするとね、やっぱり INI さんのファンに加えて BE:FIRST のファンもねいると、さらに視聴率が上がるっていうことは考えられますので、非常にそこの部分も考えた末なのかもしれませんし、あるいはこのまあね、あの音ひげもちょうど終わったばっかりぐらいのタイミングで、まあ8月は BE:FIRST もね、いわゆるそのザ・スター・ネクストエイジからあのロッキン・ジャパン、そしてサマーソニック音ひげっていう感じで、まあ、他にもねあのあったとは思いますが、いろいろとねあのイベントフェスを行ってきて、そこで興味を持っている人も増えてきているタイミングではないかなっていうところではあって、そこの部分も見越して の, あのこの8月29日 の, あのライブ出させてもらうっていう形なのかなっていう気がします。はい、まあねラジオ配信ですのでね、あの急遽なんで、まあ、あのこの画像だけだと実は分かんないところもありますが、ここだとあの水曜日のカンパネラさんとかもねいらっしゃって、結構前からいるバンドですが、あのボーカルがねコムアイさんから新しい方に変わったりして、でこの間実はノベルコア君がやっている番組にあの水曜日のカンパネラがあのゲストで出まして、ノベルコア君が1ヶ月限定でやってる番組になりますね。それに出ました。私は聞きました。水曜日のカンパネラはね、あの昔非常にあの面白いバンドだなと思って、まあそれで聞いた部分もありましてね、うん、まあすごいですよね。でダイスさんもシトラスとスターマインで2曲歌う感じで、結構ね2曲歌う人たちが他にもいらっしゃいます。あのファンタスティックスもそうでね、あのファンタスティックス失礼しました、これはあのサマーバイクを歌います。であの NiziU がねスーパースタマーとクラップクラップを歌います。そしてですねスキマスイッチが電力少年とアップを歌いますね。スキマスイッチいいっすね。スキマスイッチあのロッキンだったからちょっとね私あの見れなかったというか、ちょっと行った日に確かいた気がしたんですが、ちょっとね疲れちゃってて行けなくてっていうのはありましたがですね。あとスノーマンは3曲歌いますね。ブラザービート、オレンジキス、ジューシーという形で、そうかスノーマンさんと共演という形にもなるか、まああの番組の構成上どんな感じになるかは分かりませんがね、何か絡めるといいなと思いますね。あと AKB48 も2曲歌いますけれども、シットキングスが出るんですよ。あのしかもダンサーではなくその歌う方でね。であのトラッシュトークフィートノベルコアね、ここもやばいっすよ。だからフィーチャリングノベルコアだから、コアくんも来るっていう風に考えてよろしいのかなっていう風に思いますが、ここもかなりやばいですよね。あとね、あの個人的にやばいのがムーンチャイルドでね、エスケープ歌うっていうね、これはあの世代によってはねかなり胸熱なんじゃないかなっていう気がしますね。あ、でさっきのファンタスティックスはあの青と夏っていう曲もね歌いますね。あのミセスグリーンアップルかな、うん、有名なバンドですよね。読み方間違えたらすいません。それから、花村聡太さん、ダイス、ホールドマイハンド、レディーガガのやつを歌ったりとかしますね。あとは NiziU に関しては、普通に歌う曲以外にもメドレーも歌うような感じになっておりまして、そうですね、まああの NiziU はもうこういう番組に関しては
さすがだなというふうに思いますけれどもね。まあ BE:FIRST のところがね、まあ、フルで歌わせてもらえるのかどうかっていうところはちょっとありますが、まあ、いずれにしても出させていただけるっていうことは非常にありがたいところではあります。あ、そうか、水曜日のカンパネラエジソンを歌うんですね。最近あの Spotify で結構ねエジソンを聴いて、あのいい曲だなと思ったりしているところでございますが、宇多田ヒカルさんが番組初登場でドラマ最愛主題歌君に夢中をフルサイズテレビ初披露という形になっておりますね。なるほど。あとフェス企画第7弾あいみょんフェス開催っていうのもありますが、これは何なんでしょうね。あの、まあ、カウントダウン TV のやってたなんかそういう番組内のフェスみたいなのがあったんですかね。うん。でまあ結構いろいろな人たちが出ますけれども、まあこうしてみるとやっぱりあれですよね、INI もそうだし、まああのもちろん BE:FIRST もそうだし、 Tomorrow by Together もね出るんですね。うん。で20にしてもそうだし、まあ、あと48系と乃木坂系、まああの40坂道系というかね、その辺もあって、スノーマンもいて、ダイスもいてと、まあ、基本やっぱり音楽番組を見る人たちっていうのがダンスボーカルが好きな人たちっていうのが多いっていうのがありますので、まあ、そういったところもねこういうところに反映されているなというふうには思いますね。うん。竹内杏奈さんとかがいたりとかもするし、結構真心ブラザーズもいると、うん、なかなか面白いですね。はい、まあそんな感じでございますけれども、まああのいろんな人たちが出るし、まあ4時間たっぷりという形でね、なかなか音楽番組がね、こう見られることが少なくなってきたあの時代でもありますけど、まあこういう特番をやるとね、やっぱそれなりにまあ見たりはしますからね。まあそういう感じであの楽しみにしたいと思っております。はい。まあ BE:FIRST とね INI がこうねコラボをしたというか、まあもともとライブに呼んでもらってラジオとテレビであの共演という形にしてもらったりとかもしたことがあって、その流れから呼びやすくなったでしょうね。結局あのテレビ局とかにしてもいろいろとあのこう忖度じゃないですけど、あの勝手に気を使っちゃったりするっていう場合があるんですよね。あそことあそこはもしかしたら似ているから仲が良くないのではないだろうかっていうね、まあ、人間が持っている、まあこれがね悪意ではなく好意の場合もね善意の場合もあるんですけど、まあ、気を使ってっていうね、ただその、気を使いすぎた善意があまりよろしくないことになる場合っていうのもあったりするんですけど、まあこういう話をするときによく私が引き合いに出すんですけども、あの昔からね活躍してるあのラップグループヒップホップグループのキックザカンクルーとリップスライムいるんですが、彼らはあの同じぐらいにデビューをしたんですけれども、あのなんか周りのスタッフが当時気を使って楽屋とかを変えてテレビ局内でも合わせないようにわざわざ楽屋のあの階も変えて3階と8階とかそんな風に変えたりとかするようなことをしていたそうです。ただその辺はテレビの人は知らなかったけど、実は彼らはヒップホップクルーの中でファンキーグラマラスっていうね、あのライムスターとかが結構あの仕切っていたそういうヒップホップのクルーでね、あの一緒になってたんで全然そもそも普通に合ってるっていうね、そういうのはあったんですよね。でもまあテレビ局の人はそういうとこ分かんないですからね。特に昔はねヒップホップ業界のことなんか今よりもさらに分かんないですから、まあそういう感じのがやっぱりあると思うんですけど、まあ BE:FIRST と INI がねあの共演とかもするっていうのがねできる感じになっているから、まあ他の番組とかテレビ局にしても2つのグループを一緒に呼ぶっていうのも全然厭わないと言いますか、むしろそういう感じにして OK なんだなって思うんじゃないかっていう。でぶっちゃけねそうやって例えば BE:FIRST と INI だけで考えても、まあ、2つのファンダムは大きいのでそれだけの人たちが見るっていうから視聴率でもつながりますから、それはねウィンウィンというか、あの番組にとっても両方呼べるならありがたいっていう風に考えると思いますので、まあそういうことかなっていう風に思います。まあやっぱりねあのスカイハイとねラコネのチェ社長がその辺のことがフラットでねやってくれるからっていうところは大いにあると思います。まあ、今回は失禁とノベルコア君も一緒に出るのかなっていう感じがあって、楽屋とかでいろんな人に挨拶ができるといいなと考えたりはします。はい、はい、ではねまあ速報という形でラジオ配信で失礼いたしました。はい、ではこの辺で失礼いたします。あ、よかったらチャンネル登録お願いいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパスでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の旅
街。